皆さん、マイケル・ジョーダンという選手はご存知でしょうか？知らない方の方が少ないとは思いますが、 NBA シカゴブルズで活躍したスーパースターであり、6度の NBA チャンピオン、5度のシーズン MVP、 そして14回のオールスター出場など、数々の歴史を打ち立ててきた NBA 界のレジェンド、そしてバスケットボールの神とも言うべき存在の選手です。 YouTube を検索すればマイケル・ジョーダンという選手がいかに素晴らしい選手だったかを証明する動画はたくさん出てきますし、また日本語の動画もたくさん出てきますよね。そんなジョーダンのキャリアに焦点を当てた ESPN のドキュメンタリー、ザ・ラストダンスが現在アメリカで好評を博しています。現在アメリカ4大スポーツは全て止まっている状態ですので、スポーツに飢えたファンたちにとって、このザ・ラストダンスというのはオアシスのような存在になっているわけですね。さて、先週放送されたザ・ラストダンスの最新話、第7話においてジョーダンの1年間だけの野球生活が描かれました。1993年の夏に不慮の事件で父親を亡くしてしまったジョーダンは、バスケへの情熱を失ってしまったことを理由に全盛期の最中引退を表明したんですね。そしてその第二の人生に選んだのが野球界だったんですね。彼のお父さんはもともと息子に野球選手になってほしいという夢を抱いていたみたいで、まあ、その夢を叶えるためにジョーダンは野球選手に転向したという部分もありますし、またバスケットボールの情熱を失ってしまったという点もまた事実だったみたいで、いわば燃え尽きてしまったような状態のジョーダンが再び闘争心に火をつけるためには新しいチャレンジが必要だったということもあって、野球という選択に至ったみたいですね。ただ多くの人の認識では彼の野球生活はあまり成功とは言い難いものだったかと思います。実際1年で NBA に戻ってしまいましたし、また彼がまともに野球に取り組むのは高校生以来のことでしたから、まあ、正直ですね、プロ野球選手として活躍したかと言われると、まあそうではないかなという方が、まあ、正しいとは思います。では野球選手としての才能がなかったのかと言われると、それは違うと思うんですね。なので今回はジョーダンの1年間だけの野球生活に焦点を当てて、メジャーリーガーとしての可能性はあったのかというところを考えてみたいなと思います。ということで、前置き長くなりましたが、こんにちは、116ウィンズです。ここからはですね、野球選手としてのジョーダンを見ていきたいと思うんですけれども、こちらがですね、彼の1年間だけの野球選手時代の成績になります。で、ブルーズのオーナーにジェリー・ラインズドルフという方がいるんですけれども、実はこの方シカゴ・ホワイトソックスのオーナーでもあって、まあ、そのオーナーの計らいもあって、ジョーダンはいきなり AA からスタートすることができたんですね。ただ AA での1年間は、まあ、正直ですね、打率 OPS ともに低迷しまして、まあ、打率は2割2厘 OPS も5割5分6厘と、まあ、6割を下回っているような水準でしたので、まあ、あの所属していたリーグの中では、まあ、最低クラスの打者であったことは間違いないですね。で、また守備面でも、まあ、外野手だったんですけれども、11個のエラーを喫するというところで、まあ、なかなかですね、外野手でそれだけのエラーを喫するとちょっと厳しいよなという部分もありますので、確かにジョーダンの野球選手としての成績は、まあ、正直良かったとは言い難いですね。ただ当時ジョーダンが所属していたホワイトソックスの AA バーミンガムバロンズというチームなんですけれども、そのチームの監督を務めていて、で現在インディアンスの監督も務めているテリー・フランコーナがですね、ザ・ラストダンス第7話の中でこんなことを言ったんですね。ジョーダンはあと1500打席あればメジャーリーグに入る方法を見つけていただろうというふうにフランコーナは発言したんですね。1年間だいたい500打席と考えれば、まあ、要するにあと3年あればジョーダンはメジャーリーガーになれたというふうに言ってるわけですよね。先ほど成績面から、まあ、かなり厳しい数字が並んでいたのを見ましたけれども、それでも実際のプレーを見ていたフランコーナーからすれば、彼は十分メジャーリーグに入るチャンスがある選手だというふうに判断したわけですよね。じゃあどの辺に彼の良さがあったのかを次から見ていきたいなと思います。で、なかなか90年代のマイナーリーグの情報っていうのは限られていますので、まあ、今回は成績ですとか、まあ、あとは調べてわかる範囲でですね、まあ、話していこうかなと思うんですけれども、まず気になったのがアプローチ面ですね、まあ、三振率とフォアボール率が思ったほど悪くないんですね。三振率 22.9%、 フォアボール率 10.3% というのは、まあ、確かにものすごい優れた数字かと言われればそうではないんですけれども、ただジョーダンは高校時代以来久々に野球をやって、でしかもそれが AA なわけですよね。普通の選手だったらもっと三振率が高かったり、あるいはフォアボール率が低かったりしても全然おかしくないにもかかわらず、ジョーダンはこの水準でプレーしていたわけですから、やっぱり目は良かったのかなというふうに思いましたね。それからスピードですよね。
まあ、身体能力お化けが揃う NBA の中でも身体能力が高い部類にいたジョーダンですから、まあ、野球界に行けば当然身体能力っていうのは非常に活かされる部分があると思うんですけれども、まあ、実際に30盗塁というところで現れてるのかなと思いますね。まあ、ただやっぱり18回盗塁失敗してますので、やっぱりまだまだ走塁が荒削りな部分はあったと思うんですけれども、まあ、これはジョーダンなら、まあ、すぐに適応して、まあ、どんどん成功率を上げることはできたのかなと思いますね。さらに打撃面でも、まあ、冒頭打率が2割2厘で OPS も6割を下回ったという話はしましたけれども、実は序盤こそ好調で開幕3試合目から13試合連続ヒットを記録しているんですね。まあ、この間45打数17安打で打率3割7分8厘でしたんで、まあ、非常にですね、速球系はかなり初期の段階で対応していたみたいですね。ただその後やっぱり変化球攻めにあって、まあ、成績を落としてしまったという部分があるみたいなんですけれど、ただこれもやっぱり打席を追うごとにどんどん適応していく部分もありますので、まあ、確かにフランクコーナーが言っていたように1500打席っていうのは、まあ、確かに現実的なラインなのかなと思いますね。で、長打っていう部分がなかなか序盤は出なかったんですけれども、これも練習を続けて徐々にパワーがついてきて、シーズン最後の月には3ホーマー、まあシーズンで3ホーマーなので、まあそれ全部最後の月に打ったんですけれども、まあそれを記録したりですとか、あとはシーズン後のアリゾナフォールリーグでも打率2割5分5厘と、まあまずまずの成績を残したんですね。ということで野球選手としての目がなかったと言われると、まあそうではなかったと思いますし、またシーズン中にも結構成長を遂げていってですね、徐々に野球選手として成長していった部分もありますので、まあ、確かにあと何年か続けていたら、まあ、テリー・フランコーナーの言う通り、まあ、メジャーリーガーになっていたっていう可能性も十分あるのかなと私も思いました。で、ここでジョーダンと同じように他のプロスポーツから野球界に転向してきた例を考えていきたいと思うんですけれども、最近ですとティム・ティーボーの例が挙げられますよね。NFL デンバーブロンコスのクォーターバックでプレーし、で、大学時代は最優秀選手賞にあたるハイズマントロフィーも取ったことのあるティーボーなんですけれども、16年からですね、野球界に転向して、で、もう3年プレーしているんですけれども、確かに転向直後はやっぱりなかなか慣れない部分もあったみたいなんですけれども、まあ、徐々に成績も上げてきまして、18年に AA では打率2割7分3厘と、徐々にマイナーのピッチャーに適応し始めていまして、で、昨年は AAA まで到達しましたので、やっぱりですね、ジョーダンも年数を重ねれば、まあ、ティーボーと同じようにですね、打撃成績を上げるってことは十分可能だったのかなと思いますね。で、さらに言いますと、まあ、ティーボーが悪い選手って言いたいわけではないんですけれども、ティーボーと比べてジョーダンの方が、まあ、三振率ですとか、フォアボール率っていうのは勝っていましたし、で、さらにジョーダンの方が身体能力という面でも、まあ、ティーボーより上だと思いますので、最低でもティーボーと同じようにトリプル A、もしくはティーボー以上に、まあ、MLB っていうところまで到達する可能性っていうのは、やっぱりあったと思うんですよね。もちろん時代も違いますし、ティーボーとジョーダンで選手としてのタイプもおそらく違ったと思いますので、まあ、一概に比較はできないとは思うんですけれども、ただジョーダンの可能性っていうのはやっぱりそれなりにあったんじゃないのかなっていうのが個人的な思いですね。で、ジョーダンは野球を続ける意思があったんですけれども、残念ながらですね、1994年からメジャーリーグはストライキに突入したんですね。で、翌95年も MLB のストライキは続きまして、で、オーナー側がマイナーリーガーに対して、代替選手としてプレーするよう求めたところ、まあ、ジョーダンは NBA に戻るという判断に至ってしまったんですね。で、ジョーダンが戻ってきたブルーズは96年から2度目のスリーピートを達成するわけですから、まあ、ジョーダンのあのタイミングでの NBA に戻るという判断は正解だと思いますね。ただ一人の野球ファンとしては、マイケル・ジョーダンという選手がメジャーリーガーになっていたらどうなっていたのかっていうところもちょっと気になる部分はあります。野球界でのジョーダンはおそらく NBA でのジョーダンほど特別な存在にはなれなかったとは思いますが、ただジョーダンが持つスーパースターとしての資質は何かこう何でも実現させてしまいそうと、まあ、我々が思わず思ってしまうようなものでしたし、また当時の監督であるフランコーナーもマイケル・ジョーダンというスーパースターの資質の持ち主だから本当にメジャーリーガーの夢を叶えてしまうんじゃないかっていうふうに当時は思っていたみたいですね。このまま野球を続けていたらどんな選手になっていただろうかということを考えながらですね、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。